じゃあ、トクトク盛りのタンはいですね。こちらがトクトク盛りはい、じゃあトクトク盛りです。これ何人前ぐらいですか。こちらは大体2から3人前ぐらいですね。はい、これトクトク盛りのじゃあタンなんですけど、はい、じゃあ普通のタンとじゃあ札がついてるレアタンございます。じゃあレアタンのとタンの違いが、じゃあレアタンの方が一度も冷凍せずにカットしてるタンで、とても美味しいのでよかったらぜひ味わってください。あ、じゃあこの普通の、あ、左の方が普通のもうごくごく一般的な。あ、そうです。あ、なるほど。こちらの方はもう冷凍してされてきてる。わかりました。じゃあ右がもう完全にもう全く解凍してなくて、もうそのままの状態っていうのが。そうです。そのままの状態で、まあ、冷蔵でそのまま来てる。あ、じゃあ鮮度も非常に高くて。高い。はい、わかりました。ありがとう。ナンバー4種ですね。じゃあナムル4種ですね。奥からもやし、ほうれん草、ゼンマイ、ナマスですね、ございます。こちらすべてお店で仕込んでいるものです。はい。お待ちください。あれ。チョレギサラダと、牛鉢卵かけご飯です。はい。これ。もし余ったらそっち持っていくかもしれないですけど、お願いします。通常です。
これでも店員さんが混ぜてくれる。そうですね。このままおかず店員が混ぜます。ああ、この石窯シリーズはっていうことですか。焼き方っていうかそういうのあるんですね。ですね、一応は。あ、これでいけるんですか。はい。あ、ありがとうございます。時間を送って 1分ぐらい。あ、わかりました。バターの香ばしい香りが結構まだ強いと思う。あれですね、もうなんかちょお肉に合いそうな味付けですね、なんかね。国産牛レバー刺しっていうのは、はい、お願いとかできたりする。あ、はい、大丈夫です。 どんな感じなんですかね。こちらの方がもう低温調理されてますので、そのままごま油と塩で。あ、炙りすきっていけますかね。あ、はい、大丈夫です。はい、以上で。炙りすぎの方が卵で食べていただけるものと、じゃあ大根おろしございますが。あ、じゃあ大根おろしで、はい、お願いします。ごま、じゃあおろしポン酢ですね。はい、こちらがレバ刺しですね。はい、失礼します。はい、
まあでも、りょうちさんって、なんかその、鴨形茶屋さんの彼ですよね。で、なんかその、鴨形に、なんかその、本店というか、ありますよね。そうですね、あります。ぶとくもりセットのお肉とかも、なんか、どれだけの時間焼けばいいのかなと思ったんですけど、もうなんか、秒で、なんか火が通るっていうか。なるべく、まあ、すぐにもう炙って、まあ、食感も残しつつ食べれるような、まあ、薄さだったりとか、厚さで、まあ、そうですよね。まあ意識しながら。はい、お願いいたします。はい、すいません。ぜひ皆さん来てみてください。よろしくお願いします。お願いします。